じゃあ今日大鹿ナイトってことで大鹿盛りだくさん、アキさんも来てるからね、今日はね、なかなかレアですよ、ほら地球やりゃレアキャラが、アキさんとコーヒーを飲もうこの間、僕の地元で、地元でっていうかもう俺の本当実家で、チダキャッツのライブをやらせてもらったんですけど、振り出し祭りっていうのやってね、もう結構最近恒例になってて、もうすんごい楽しかったんですけど、その時にレイ君もね来てたんですけど、レイ君とうちの親父が実はすげえ昔に会ってたんだって。一緒にドライブも行ったことあるらしくて、全然知らなかったんだよ、全然知らなかったんだけど、なんとなく繋がってる気がするってレイ君がずっと言ってたんだけど、そんなわけないじゃんって思ってたんだけど、そしたら本当に繋がってたんだよねそう、なんか不思議なご縁だなと思って、こうしてなんかすげえうちの親父のね野菜をレイ君のところに届けたりしてたのに、もう全然そんなことはつゆ知らずね、この間分かったでもレイは子供だったわけでしょ、まだレイ君これ子供だったスケルが生まれる直前ぐらいなんだよ、そういうことだよね、すごい話だね、30年前ぐらい30年前の同士がね、そういう風につながって、下駄さんって昔島にいた、南の、いやそれはね、下駄尾さんなんだ、あ違う下駄尾さんなんだ、そうそうそう、ナミさんもずっとなんか下駄尾さん下駄尾さんって言ってたんだけど、なんか違う気がするなと思ったら、やっぱ違かった、違う下駄だった、それスマノセの下駄尾さんです、そう違う人なんですよ、初めナミさんがずっとその下駄尾さんが俺の親父だと思ってて、すげえなんか話してくれたけど全然わかんないなやっぱ違かったね、それはうちの親父アンデスっていうか、まあ南米を旅してた時に下駄で旅してたから下駄っていうんですいろんなとこ行ってんだよ、もうほんと昔の写真とかね、なんか見てるとすんごいほんと世界中旅してて、もう5年間旅に行って帰ってこなかった人なんで、なかなかすごいよね、最後はインドにどっぷり使って、いろんなことにどっぷり使って、なかなか抜け出せなかったところを母ちゃんと出会って戻ってきたそして生まれた僕みたいな。いや、そんなのがつながってここに地球への道につながってますんでね、本当にありがたいことです。そんな親父が作った野菜を売ってますんで、今日はよろしくお願いします。じゃあ旅人って歌を、今はまだ
旅の始まり、どこに行くのかも分かりやしないけど、広い世界にちっぽけな僕は今も答えを探してる。でも今は夢の途中に奇跡の出会いを感じていたいよ。Thank you.
べてを超えてつながる今はもう答えは知ってるよ大事なことはいつも あなたの心の中に
心温まるひとときを、あなたは心の拠り所、全てが僕に力をくれる、この広い世界に一人あなたに寄り添うように。
日々がいつものあったかいそのご飯が何気ないその対話が今は体に心に染みるから何もないところにあるその小さな希望は少しずつ目をなして膨らんで色とりどりの花テキーラ飲もうか。かっちゃん、テキーラ飲むの忘れてました。かっちゃん。
カッチャンも巻き込みで、カッチャンがおごってくれんの。俺は飲むよ。カッチャンカッチャンのおごりなら飲むよ。テキーラ忘れてました。俺もください。今日はめでたい夜だね。力が出ない。力が出ない。テキーラがなくて力が出ない。アンパンマンの中身と一緒だね。テキーラだと。レイ君の中身はテキーラだと。どうぞ。イエーイ。かっちゃん飲めって言われてるよ。かっちゃんこれを飲めって言われてる。レイについてるから俺にくれんだって。レイについてんだって。かっちゃんのおごりって。実は自分のおごりだったみたいな。じゃあ今日はおごしかないと。みんな来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日は野菜もあるしコーヒーもあるし、そしてあっちゃんのとこのきよみちゃんの作ったお米とね、あとかぼちゃもありますんで、よかったらこちらの方もよろしくお願いします。あと、じゃあ今日は棚はクリームも、棚はクリームも売ってます。いろんなもの、まあ、商売人なんで、おいしくなしたいです。今日は気をつけてください。よろしくお願いします。今日は来てくれてありがとう。乾杯。めでたいことで、もう久しぶりのシチュエチナキャップスっていうのもね、すごい贅沢ですね。本当ありがとうございます。その煙のように、 Hey!
は自信がなくても前を見てまっすぐ進め、強い心を持って過去がだらしない、お前には未来がない、クソみてなルールの中で奴らの髪も見そういう、お前らの小さな価値観で少年は居場所をなくす、お前の行くべき場所はそこじゃない、世界は広いんだから、いつまでもくすぶってんなよ、その煙のように、できないことがあるんだ、 Hey Smoking Boy、 強い心を持って、 Hey Smoking Boy、 さた世の中も変えてやれ、 Hey Smoking Boy、 そんけなく世の中でも愛すべきもの守らなきゃいけないものがあるんだ、 Hey Smoking Boy、 今は自信がなくてもまっすぐ進め、強い心を持って、yeah。できないことがあるんだ、 Hey Smoking Boy、 強い心を持って、 Hey Smoking Boy、thank you。
もう結構前の話なんだけど、もう4年前ぐらいかな、八角堂っていう場所があって、アキラっていう人が建てたね、八角堂って場所があるんですけど、確かにその八角堂で、あっちゃんの息子のヨウタとか、まあ、バンドのメンバーでね、録音しようっていう話になった時があって、で録音はしてたんですけど、なんかちょっと風呂場に別のトイレの前に部屋があって、そっちをボーイズルームにしてたから、すごい寒い中俺がこうやって撮って歌ってたんですよ。そしたら途中で音がいきなり消えて、何があったのかなと思いつつ歌い続けてたんですけど、そしたらなんかもうみんな演奏やめてて、外に出たらなんかね、あっちゃんがいないとかいう話になって、やめて。もしかの道ってすごいみんなどこも似てるからさ、その時あっちゃんがちょっと迷ってちょっと行っちゃった時昔あって、でもね、そこで一回レコーディングを中断して、もうでももう本当にこれはもう、しかも初めなんか落ちたかもしれないみたいな話だったから、これは大変なことだと思ってみんなで探しに行ったんですよ。そしたらもうなんか全然違う山の上の方に行って見て、あっちゃんは車がスタックしてみんなで迎えに行って帰ってきたんですけど、でもそのことがあったおかげで、その後録音したら一発ですごいいいのが撮れて、なんかその緊張感っていうか、なんかね、もうよかったって安堵感っていうか、なんかね、それで録音したのが次の曲です。で、あっちゃんがレコーディング参加したわけじゃないんだけど、あっちゃんのおかげですごいいいのが撮れた曲です。バーバーからじゃあお願いします。Thank you.
で散らかりきったこの頭で散らかりきったこの世界で輝くために次の曲で最後の曲にします。Oh.
まる悲しい星で、でもこんなとこに愛が果て、今夜はこうして幸せになって、いかがですか。今年はヤーコンと人参がとても豊作だったから、こちら今年はヤーコンと人参はいかが、こちら一袋大体150円から350円、おいしいヤーコンいかがですか。後で試食も出しますから、おいしいリンゴはいかがですか。こちら削りんごがたったの、1個たった100円、こちら1個たった100円、そしておいしいおいりんいかがですか。こちら青りんご、こちらはこちらは3個で200円、こちらは3個で200円、おいしい野菜とともに登場、今日は長野大鹿村から、今日は地球野菜コーナー、あとはチラキャッツで楽しもうか、最後にみんなの声を貸しておくれよ、ホーセンポッポ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 ー疲れるよ。これ疲れるよ。超疲れるよ。さっきも本当に。